G1 レースの中でも最も権威があると言われる日本選手権競輪。162名のトップ選手たちが6日間にわたる激しい戦いを繰り広げる。決勝レースを控え、静かに闘志を燃やすファイナリストたち。好調の波に乗る近畿の村上義弘、一打和弘、ここでも勝利をつかめるか。一方、着実に力をつけてきた若手鈴木健太郎、松岡隆久らも虎視眈々と優勝を狙う。決勝レース、残り2周で思わぬアクシデント。一打の落車。トップレベルのレーサーたちがしのぎを削る真剣勝負。何が起こるかわからない。一打の後方に構えていた村上は一瞬の隙をつき前に出る。打勝とともに勢いに乗って先頭に出たい村上。しかし鈴木、山内が行く手を阻む。一旦下がり勝機をうかがう村上。残り半周、村上渾身のラストスパート。7年ぶりの G1 タイトルを手にした。勝利を祝う歓声の中を山口コーチと共に進む。優勝おめでとうございます。どうもありがとうございました。ついに念願のダービー王の称号を勝ち取られました。まずは今のお気持ちから教えてください。いや、もう本当にこう、まあ、今までいろいろありましたけど、本当それがもう真っ白になるぐらい、もう今は本当に幸せです。7人ぶりの勝利、ダービー制覇で村上義弘は早くも年末のグランプリ出場を決め、幸先の良いスタートを切った。